まりましたね。こんばんは。連休最終日、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は雪あかりの動物園最終日ということで、で最後のインスタライブ佐藤がお送りします。で今いるのがゆっくりロードです。でここに、あ、いなくなった。さっきまで狐がいました。で今日は、まあのんびりとお散歩しながら行こうかなと思います。じゃカメラもらいます。あ、はい、大丈夫かな。あ、はいはいはい。でこのゆっくりロードは雪あかりの動物園のエリア外なので、今ねお客さんいません。すごい静かです。でじゃあのんびりと狐を探しながら、でまあお客さん入らないエリアなので、照明もあのいつも使ってる照明しかないので、もうね駐車は暗いんですよね。でさっきまでいたエルはどこへ消えたのでしょう。今日はね5時半ちょっと前ぐらいにご飯をあげて、で普段私もこの時間ここに来ないので何してるかなと思ったんですが、動いてない、寝てるんでしょうか。ちょっとぐるっと探してみましょう。で北キツネは北海道だけに生息しているキツネで、本州の本土キツネとは一応違う種類なんですね。で、あ、いた。で昼間でも夜でもそんなに関係なく活動してます。なる、よ、ここに、あ、行っちゃった。行ってしまわれた。今ね後ろに待機してくれてるスタッフがライトを当ててくれたんですが、あ、いましたね。でキツネは別に冬も全然平気で、あの普通に活動してます。餌も取るし、冬だからあんまり動かないっていうことはそんなにないですね。でただやっぱり冬だと餌はね、あの主にネズミなんかを取って食べるんですけど、とネズミはね雪の下に隠れてしまうので、どうやって取るかというと、キツネたちってこの雪の下を移動するネズミを、その動きをねキャッチして捕まえて食べるんですね。なので前実験したんですが、お肉をただ埋めると気づかないんです。なんですけど振動するものを雪に埋めてブーッと振動させるとちゃんとね反応するんですよね。ちょっと見えない、中入ろうかな。なんとなくいたのはご覧いただけたかなと思うんですが、もうちょっとねよく見てもらいたいので中に入ってしまいましょう。よっ、あ、鍵が、ちょっとお待ちください。あ、これね大丈夫ですよ。これねあるあるで、今鍵握ってるんですけど、あ、これいける。鍵ね凍るんですね。なので私たちはあの手で握るかライター持って歩くかチャッカマン持って歩くかっていう感じです。これね鍵回んないんですよ。でこう握ると
今ちょっと片目塞がってるのでチャッカマン使えないので、ちょっとお待ちくださいね。いやこれでも2時間ぐらい前に1回開けた鍵なのにマイナス5度でも凍っちゃうんですね。このねカチッとはめるところが凍っちゃうんですよね。よっ、よいしょ。さてどんな感じかな。ここにいました。これはどっちかな。どっちだろう。 L かな。あ、 L っぽいですね今。あれ、なるどこ行ったんでしょう。で今年は旭川は雪少ないので、あのさっき言ったキツネがズボッと刺さるというか、餌を探す様子の実験っていうのがあんまりできなかったんですよね。一晩で結構ふかふかに積もってくれるとポイッと投げると、その餌の重みで勝手に雪の中に沈んでくれるので、ズボッと頭から刺さって餌を取るっていうのもできるんですが、今年はねなかなかできないっていうぐらい、本当にねたっぷり雪が積もったねっていう日が少ないんですよね。雪が多い地域の方々にはその方がいいじゃないってね、きっとなるかなと思うんですが、雪が少ないのはそれはそれで、まあ、雪かきしなくていいのはね楽なんですけど、やっぱりなんかこうね動物たちの暮らし的にはある程度あった方がいいのかなっていう感じがします。やっぱね、この時間来ないので普段何っていうそわそわしてますね。あ、今ね見えないとこでちょっと揉めてる声がしました。でキツネは基本的に単独生活なので、今ここには L となるっていうオス2頭がいるんですけれども、2頭で仲良くしてるっていうわけではないんです。ある程度広さがあるので、まあ、お互いに適度に距離取って、まあ、お互いにいるねっていうのを認め合ってるっていうような感じなんですよね。で、ちなみに年齢差がすごくあって、10歳差ぐらいあります。で、もともと、L も保護で、帯広動物園で保護で入った個体で、今帯広にいる北斗っていうのと兄弟なんですけど、で、うちにももともとあるっていうのがいて、で、R と L で2頭いたんですね。で、R が病気で亡くなってしまって、で、去年、ナルが保護で入ってきて、で、今2頭っていうことになってます。で、ナルがですね、来た、まあ、原因っていうか、その、経緯がちょっと変わってまして、普通、キツネって、保護の対象動物じゃないので、基本的に保護を受け入れってしないんですけど、なるはですね、まだ赤ちゃんの状態で、まだね、目が開く前の状態で、段ボール箱に入って、道端にいたそうです。いたっていうか、置かれてたそうなんですね。で、拾った方が、まあ、子犬かなっていうことで拾って、で、お家で飼おうって育ててたら、なんかだんだん、こう、ふんって言って、鼻のとこですね。が尖ってきて、これもしかしてキツネじゃなかろうかっていうことで動物園に相談に来られたんですね。で、まあ、キツネだったので、で、お家ではね、飼えないし、まあ、かといって、そこまで育てたやつを今更野に放つっていうのも、ちょっとね、難しいので、ってお話が来て、で、まあ、その時、この獣舎ができたばっかりで、で、RL がこっちに引っ越すっていうのが決まってて、もともといた獣舎が開くのがもう分かってたので、じゃあそっちで買えばいいかなっていうことで、
なるをね、受け入れしたんですね。いいとこに。で、そんな目が開く前の答えが、まあ、自分で出てくるわけはないし、まあ、親狐が持ってきたにしたって、段ボールに入れて置いとくわけはないので、誰かしら、まあ、人間が関わってそういう状況になってたんじゃないかなとは想像するんですが、まあでもこればっかりはね、もう誰がやったのか、なんでやったのかとかっていうのもわかんないので、まあそういう経緯で来たんですって、それぐらい私たちの近くにいる動物なんですよっていうことをなるには伝えてもらえたらいいなって思っています。で、狐は北海道ではもうほんとそこら辺にいる動物で、全然珍しくないし、まあ、むしろあんまり近くに来るとエキノコックスっていう病気があるので、あんまり来ないでっていうふうにね、思ったりすることが、ね、普通に暮らしてる中で狐と出会ってしまった場合は、そういうふうに思うことが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でもそのエキノコックスっていう病気自体も、まあ、人と動物の共通の感染症ではあるんですが、もともと狐たちが、キタキツネたちがずっと持って暮らしてたってわけじゃなくて、まあ、人間が連れてきたキツネとか犬とかそういうのから、そのキタキツネたちに広がってしまった病気なんですよね。だから彼らもね、被害者でもあるんです。で、エキノコックスは、まあ、普通にキツネが近くにいるぐらいで、その家の庭を歩いてったからエキノコックスに感染しちゃうかなっていうような心配はしなくても大丈夫な病気です。お家帰ったら、ちゃんと手洗うとか、野生動物に餌あげないとか、あと、まあ、万が一、近くでうんちされちゃったら、まあ、それもビニール二重にして、くるんで、捨てて、で、しっかり手洗ってっていうふうにすれば大丈夫なので、その正しい知識を持たないで、むやみに怖がるっていうわけでは、なくて、まあ、よくよく、こう、どうしておけば大丈夫かなっていうのを知った上で、一緒に北海道で暮らしていけたらいいのかなっていうふうに思います。ずっとうろうろしてますね。これね、これどっちだ？これ、あ、L ですね。で、今暗いのであんま見えないんですけど、やっぱりね、L、本当におじいちゃんだなっていう感じの、ちょっとね、しょぼっとした顔をしてます。で、なるの方が、やっぱ若々しい、キリッとした顔をしてるので、ぜひね、明るい時間にまた見ていただければなと思います。全然カメラで追えない、ずっとうろうろしてます。よし、じゃあ、次は、天たちが、あ、その前にウサギかな？よっ。行くよ。で、扉はね、二重扉なんですね。で、キツネは結構ね、高さがある獣舎になってます。これはね、キツネたち結構縦に飛んだりできるからなので、後でね、タヌキのとこも見てもらうんですけど、タヌキと比べると、随分ね、壁が高いなーっていう。あ、見えない。壁がね、高いなーっていうのがね、わかるかなと思います。ありがとうございます、ライト。じゃあ、ちょっとウサギのとこもぐるっとして。エゾユキウサギたちは昼はね、割とじっと隠れてるんですよね。夕方ぐらいからちょっとずつ動き出して、今は多分近づくから逃げるっていう。逃げてったの見えましたか？今ね、ここ4頭います。4頭いて。今この画面に3頭いるの分かりますか？今動いたのと、
ここと、ここ。と、もう一頭が、どこ行ったかな？これは今、逃げてたやつですね。あ、ここ、あれ？あ、ここにいる。1、2、3、4。これで4頭です。で、冬毛はね、白くって、こんな風に雪の中に紛れて過ごすっていうのが彼らの生き方なんですね。で、本当にね、雪が積もって、ふかふかの雪の中に、この真っ白ウサギがね、ポコンといると、ほんとわかんないんです。で、そうやってじーっとして、こう敵に見つからないように。まあ敵っていうのは猛禽類とか、あとキツネなんかなんですけど、まああと、天も、この後紹介する天もウサギを取ったりすることもあるので、でそういう動物からこう動かないことで身を隠すっていうのが彼らの冬の生き残り戦略なんですね。足跡はね、結構特徴的で分かりやすいですよね。ケンケンパーの足跡なので、結構ね、山とか行った時に見つけるとちょっと嬉しいですよね。で、夏毛は茶色くって、夏この白だとね、目立ってしまうので、夏毛は茶色い、こう、草の中に紛れて、あんまり見えなくなるような感じの毛色になります。で、これからだんだんとね、もうちょっと、まだもうちょっと先ですね。だんだんこの白いのが抜けてって、茶色い毛になっていきます。で、すごい不思議なのが、白から茶色になるときは、白が抜けるんです。なんですけど、茶色から白になるときは、抜けなくって、色が変わってくんです。発化してくんですよね。すごく不思議なんですけど、ぜひね、その、白から茶色になるときっていうのと、茶色から白になるときっていう、その毛色のね、変化の仕方っていうのもね、ぜひ観察してもらえたら面白いんじゃないかなと思います。で、あとは、今ちょっとね、見えにくいんですが、後ろ足はね、ものすごく大きくて、で、それはこういう雪のとこでも、感じ器の役割をして、埋まりにくくなってるっていう理由があるんですね。本当ね、私前自分の手と比べたことがあるんですけど、本当に変わんないぐらい後ろ足大きいんです。で、それぐらい本当にね、蹴るとき力強くって、だから捕まえるときとかね、すごい大変なんですよ。まあもちろん網使って捕まえるんですけど、網で捕まえた後にこう固定するって、あの体を押さえる、抱っこするみたいな感じなんですけど、あの固定する。保つ、定めるって書いて固定するって言うんですけど、この固定がね、すごい大変で、あんまりギュッとやると、まあ、苦しいし、緩いと抜けちゃうしっていうので、その力加減っていうのがね、すごく難しいです。あれ？はい。なんか消えましたよね、今。よし。ではでは。天舎に行きましょう。こんな感じで のんびり、のんびりで大丈夫ですか、皆さん。ちょっとね、ここ照明切れてて暗いんです。多分天舎も結構暗いですけど。このゆっくりロードは北海道で暮らす動物たちの獣舎がポコポコっとある場所なんですね。で、天舎は、ちょっと引かなきゃダメか。こんな感じの獣舎で、ここね、4部屋のアパートみたいな感じです。で、左側2部屋がエゾクロ店。で、右側2部屋が本土店が入ってます。
で、テンもキツネと同じで、基本的に単独行動をとる動物なので、1頭ずつで飼育してます。で、どっちもね、一応オスメスがいて、で、エゾクロテンは今繁殖に挑戦しています。で、今というか、実はもう去年の6月から繁殖のチャレンジは始まってまして、エゾクロテンとか、まあ、テンの類はちょっと変わった繁殖方法をとるんですね。その交尾してすぐ妊娠して出産っていうんじゃなくって、交尾してその受精卵を浮遊させたまま体内に留めておいて、でまたその交尾器みたいな刺激を受けて、で着床につながるっていう不思議な生態なんですね。ちょっとライト頼んでもいいですか？ すいません。なんか適当に当ててもらっていいですか？それは切れた。大丈夫です。これ大丈夫です。こっちです。大丈夫。でもこうやってな、この私のヘッドライトで4回カチカチしてください。わかる？ ヘッドライト使い慣れてない。 そうで、今ね、ここにテンがいますね。これね、オスです。エゾクロテンのオスです。で、こっちメスがどこ行ったかな？私から見えないとこにいる。 あ、あ、いたいた。ひょこっと隠れる。 消えました。なので、まあ、さっきのお話の続きなんですが、去年の6月が一応交尾期だったので、で6月その前ですね、5月ぐらいから同居を始めて、で、交尾はね、しっかり確認はできてないんですけど、一応交尾してくれてるであろうという見立てでいます。で、今ですね、1月、2月、3月ぐらいに、また交尾期みたいな感じで、オスとメスが出会って、わちゃわちゃってなって、っていうのがきっかけで妊娠するっていうふうに言われてます。それで産むのが4月頃なんですね。なので、今ね、今は閉めちゃったんですけど、今日はね、夕方まで同居してました。で、見てると、オスがメスの部屋に来て、なんかくつろいでるんですよね。で、メスがちょっと迷惑そうなんです。なので、ずっと一緒にしてると、メスがちょっと嫌かなと思って、こう一緒にしたり、分けたり、で、まあ、昼間だけにしたり、一晩一緒にしてみたりとか、いろいろね、ランダムに同居させてます。まあ、ずっとね、きっと野生の子たちもずっとずっと一緒にいるわけではないと思うので、まあ、そんな感じで時々出会うっていうぐらいでどうかなっていうことで今ね、試しています。で、エゾクロテンは北海道にいる動物なんですが、隣のホンドテンは本当は北海道にはいない、本土ってつくぐらいなので、本当はね、本州の天なんですよね。で、エゾクロテンより体も大きくて、今ね、冬毛なので、で、本土テンって、キテンとスステンって似た、2つタイプがいるんですね。で、北海道に持ってこられたタイプはキテンなので、で、北海道で外来種として今いるのは、この黄色いタイプのキテンばっかりです。で、昔ね、毛皮として需要があった時代に、まあ、北海道、ミンクと同じ感じですよね。毛皮用に持ってきたんだけど、まあ、だんだんこう時代とともに必要なくなってしまって、で、まあ、逃げたのほっといたりとか、もういらなくなったからって話しちゃったりとかっていうので野生化しちゃったんですね。で、まあ、本当に海外から来たやつは外来種っていうんですけど、この本土店に返したら国内外来種っていうことになります。北海道にはいなかったけど北海道にもいるっていうことですね。で、こっちもね、オスメスいて、で、ここにいるのは2頭とも、道南で、幼獣保護で、保護された子たちなんですね。で、北海道の中でも、
あんまりね、こう東北の方にはまだ入ってきてないんですよね。で、道南の方では結構ね、広まっちゃってるらしくて、でちっちゃい時ってエゾクロテンとホントテンの赤ちゃん見分けつかないぐらいそっくりなんですよね。で、長寿保護員の方が赤ちゃん保護したっていうことで育ててたら本土店になってしまったっていうことで、まあ、これまたさっきのねなると同じ感じなんですけど、まあ、連絡が来て、でうちその時はこういう住所はなかったんですけど、将来的に比較展示ができたらいいなっていうことでしばらくねバックヤードで飼ってたんですね。でこの展示ができて、まあ、日の目を見たっていう感じですね。で本州でもねそんなにたくさんの動物園で飼われてるわけではないと思うので、まあ、もしかしたらね北海道のなぜか北海道でこの本州の動物を初めて見たっていう方もいるかもしれないですよね。で、まあ、オスメスいるんですが、まあ、国内外来種なのでちょっと増やしてもどうしようもないかなっていうのもあって、今はねこっちの本土店に関しては繁殖にはトライしてないっていう状況です。でちなみにこの住所なんですが屋根があるので雪入んないんですよね、あんまり。なのでこの端っこの部屋だけはこう樽に入れてあるんですけど、あとの3部屋はパン箱ってなんて言ったらいいの、コンテナみたいなのに雪を入れて定期的にね雪を入れ替えて雪で遊ぶっていうのをやってます。どの点も雪で遊ぶのすごい好きで、入れるとね潜って遊んでくれてます。で本土店も元気ですね。でエゾクロ店はねそんなにこう本土店がいっぱいいるからそんなにこう圧迫されてるっていうことはまだなさそうなんですが、まあでも今後ねどんどん地球温暖化が進んでこう彼らもねどんどんこう北に進んできてとかってなってくると、もしかしたらね今後なんかもっと大きな影響が出てくるかもしれないですよね。でただ食性が、まあ、どちらも肉食、まあ、雑食ではあるんですが、本土店の方が割と果実食が強くって、甘いもの、季節の甘いものっていうか木の実のとかそういうのがね好きです。なので、本土店たちは今リンゴとかあと蒸したさつまいもの方がねお肉より多い分量を食べてます。でエゾクロテンはそういうのあんまり好きじゃないのでお肉の方が、まあほぼほぼお肉ですね。なのでまあもちろんエゾクロテンも秋に実るちょっと甘めの木の実なんかは食べたりするんですが、どっちかっていうと本土店の方がそういうものを好んで食べますね。そしてさっき園長が通りかかったかなと思ったけど消えましたねね。そしてこっちはまたねウサギがいる獣舎があって、でこっちねタヌキの獣舎なんですがいませんいませんね。餌、あれ餌皿がひっくり返されているかな。もうライトも私が持っていけばいいかもうねご飯食べた名残がありますね。あれ餌皿あそこでひっくり返ってます。もうお家帰ってますね。獣道がねあそこにこう続いてるの分かりますか。でエゾタヌキは結構北海道ではレアキャラかなと思います。あんまり出会えないんですよね。道端で死んでるタヌキを見たことありますっていう方は結構いるかなと思うんですけれども、その生きてる元気なタヌキを山の中で見ましたっていうことはなかなかないかなと思います。私も山にいるのは1回しか見たことないです。もっと山に行けば会えるのかなと思ったりもするんですが、なのでこう巣穴を覗きに行きましょう。タヌキたちはキツネと違って冬ごもりっていう冬の過ごし方をします。でタヌキたちは秋にねとにかくいっぱい食べます。で今あげてるご飯がお肉が 200g ぐらいと、あとあ
あとね、シシャモあげてるんですが、秋はね、倍ぐらい毎日食べてました。で、冬も今年はね、そんなに冷え込む日もそんなに多くないので、割とね、残さない日が多いんですけど、いつもみたいにすっごい冷え込む年は餌が凍っちゃうので、食べる前に凍っちゃう、起きてきて食べる前に凍っちゃうっていうこともね、よくありました。これね、横アクリルなので覗けるんです。こんな感じで寝てましたね。で、結構ね、省エネです。なので、ほんと食べたら帰るっていう感じで、あんまりね、無駄にうろうろはしないです。あれっていう。なんかぼーっとしてますね。で、ここにいる2頭はね、もうまあまあ高齢の2頭なので、まあ、そんなに活発には動かないですね。で、この巣箱の中には落ち葉をいっぱい入れてあります。で、これもね、タヌキたちが踏んでるとどんどん細かくなってしまうので、時々足してます。で、今多分体重が7、8キロぐらいあるかなと。この2頭はね、ちょっと測れてなくてわかんないんですけど、まあ、推定でそれぐらいあるかなと思います。で、夏はもっと軽くって、何キロか5キロ、4キロ、5キロぐらいまで落ちます。まあ、夏っていうか、この冬の間に本当はあんまり食べなくて、どんどん痩せてって、で、春先、その痩せた状態で繁殖期に入っていくのがタヌキたちのこうルーティンなんですよね。で、なので、まあ、動物園でも同じように冬の間はちょっと餌絞り気味にして、まあ、絞り気味っていうか、まあ、彼ら自体がそんなに欲してないので、あんまりいっぱいあげても残しちゃうんですよね。なので、まあ、食べきる分ぐらい置いて、まあ、冬は残してもいいよっていう感じにしてます。で、この冬ごまりっていうのをして、省エネ生活をすることで、彼らは冬を乗り切ってるんですね。キツネの過ごし方とは全然違う冬の過ごし方です。で、まあ、タヌキたち見てると、決して容量がいいっていう感じは全然見えないので、まあまあこんな感じでよく冬生きれるなって、本当にね、すごいなって思います。その秋にいっぱい食べて蓄えて、まあプラス冬毛にもなるので、本当にモフモフになります。まあ、それで冬をどうにか乗り切って、まあ多分彼ら的には今年の冬は、まあ、旭川近辺のタヌキたちにとっては割と過ごしやすい冬じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でね、雪いっぱい積もると獣道なくなっちゃうので出てこないんですね。なので、まあ一晩であんまりドカッと積もると、もう私たちがね、道作ってあげないとご飯食べに出てきてくれないんです。でも今年はそんな日もほとんどなく、で、もうちょっと暖かくなってくると、今雪まだね、ふわふわなので、雪積もっただけの場所のとこ歩くとズボズボ埋まっちゃうんですけど、もうちょっと暖かくなってくると固雪って、雪の表面が硬くなるんですよね。この辺ね、ふっかふかなので、まあタヌキたちだったらね、そんなに埋まんないんですけど、人間入ったら本当にね、ズボッとすんごい歩きづらいっていう感じでズボズボ埋まっちゃう雪なんですね、今はまだ。で、片雪になると、タヌキたちね、獣道関係なく、あっちこっち歩くようになります。なので、もうちょっと暖かくなってくると、まあ、3月入ってくると、結構ね、いろんなとこ歩く。まあ、この辺とかにも、もうタヌキの足跡だらけになります。で、日中出てきて、日向ぼっこしてるタヌキっていうのもね、見てもらいやすくなります。なので、まあ、タヌキ見るなら秋もね、いっぱい食べるためにすごい活動的になるので、秋もよく見れるし、まあ、あとこれからの
3月ぐらいの時期っていうのも、まあ、もふもふで日向ぼっこしてる姿っていうのもね、すごくいいです。おすすめの時期です。そしてモモンガシャがありました。モモンガシャちょっと行ってみますか、どんな感じか。っていうか本当こんなのんびりもう30分もやってたけど大丈夫ですか？NHK と一緒に見て。もうダービーの時間ですか？モモンガは、あ、いた。いつものとこにいました。ここね、旭山唯一の昼夜逆転施設で、でもあれもう夜だけど、これから多分だんだん明るくなっていくんだと思います、この獣舎は。いつもここにいますね。あ、今日ダーウィンキノコなんですね。私も帰ったら見ます。録画してあります。モモンガは、北海道リスの仲間が、このエゾモモンガとエゾリスとエゾシマリスがいて、前に園長もお話ししてたかもしれないんですが、エゾシマリスだけは冬眠するんですよね。で、このエゾモモンガとエゾリスは冬眠はしません。冬も活動します。で、冬って森の中に行くとモモンガのここにいますっていうサインがすごい分かりやすく出てて、彼らは巣穴から出てくると、巣穴っていうのは木の幹に開けてある赤ゲラとかキツツキ類の古巣をねよく使うんですけど、まずね起きて一番にすることが、うんちおしっこするんですよね。なのでモモンガが住んでる巣穴がある木の根元にはモモンガのちっちゃいうんちとかおしっこの跡とかが目印としてあるので、人間が探すにはねすごい探しやすいんです。夏はね見つけにくいんですが、冬はねそういうのがありますね。大きい目でちっちゃい体で何十メートルも木と木の間を飛んで、で、冬もね食べるものあんまりないけど、冬芽とかそういうのを食べて生き延びてるんですよね。で、繁殖期とかは割とオスメスでいることが多いようなんですが、冬はまだ繁殖期じゃないので、冬はね結構何頭か複数で一つの巣穴に集まって、こうみんなでぎゅうぎゅうと暖かくなって巣穴にいるっていうことも結構あるみたいですね。いい、かわいい。ここはね今2頭メスメスで暮らしてます。で、今、動物園ではひまわりの種とかかぼちゃの種、あとリンゴとかさつまいもなんかをメインで与えてますね。いやー、こんなねちっちゃい生き物が北海道の冬を乗り切れるって本当すごいなと思います。で、ちなみに彼らはこう夜型なんですよね。で、エゾリスは、同じとこに住んでたりもするんですが、エゾリスはね基本的には朝とか、ちょっと夕方くらいですね。真っ暗闇の中ではエゾリスたちはあまり活動しないです。よし、じゃあ行きますか。あんまり遅いから様子見に来ました。大丈夫ですか？一応タヌキも見えたし、で、もうちょっとね動いてるタヌキを見つつ
最後猿山からの夜景を見てもらって終わりにしようかなと思います。雪明かりの動物園は8時半までですね、今日ね。チンパンジー館はまだ電気がついてますね。あ、園長いた。園長、猿山まで一緒に行きませんか。まだやってます。最後猿山行く。最後猿山の夜景を見て終わりにしようかなと思うんです。のんびり散歩してました。あ、すごい園長っていうお声が。いやー綺麗ですね。なかなかね、来てくださいって言いにくいですけどね、ぜひね、もうちょっと自由に動けるようになったら。あ、ありがとうございます。猿たちのキャーっていう声聞こえましたか。今ね、スタッフがゾロゾロと言ってるので反応して。でもこれ分かってるんじゃないですか。担当者来たから。すごい盛り上がってますね。猿山と夜景と。あ、そうですね、園長を閉めて。あ、そうですね、締め何も考えてなかった、どうしよう。カメラマン変わってる。、うん、え、カメラマン。いいですよ、このまんまで。夜景を見ながら、じゃあどうしよう。なんかね、この長い時間になってしまったんですけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。北海道の動物たちね、すごく魅力的な動物たちがたくさんなので、まあ、もちろんその大きい動物とか、まあ、珍しい動物とかね、そういうのもね見てもらって楽しんでいただきたいなと思うんですが、でも ね、ぜひ地元の動物たちも、まあ、興味持ってもらえたりとか、まあ、自分たちの周りにどんなのいるのかなっていうのもこう改めてちょっと考えてもらったりとか、あと気になった動物いたら調べてもらったり、なんかね、そう、動物園で見る動物だけがこう全てではないというかもね、もちろんたくさんいろんな動物私たちの身の回りにいるので、そういうね、身近な動物たちをもっともっとたくさんの方に知ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。じゃあせっかく園長がいるので、園長にもこの雪明かりの動物園を閉めてもらいたいなと思います。じゃあ、はい、マイクどうぞ。ちょっと暗くて園長だか見えない。はい、
そうですね、はい、はい、3日間だったんですけどね、まあ、雪明かりの動物園ということで、今日最終日、まあ、ずっと天気も良くて今日もね月がすごい綺麗に出てます、ちょっと見えます、まあ、帰ってね本当に静かな感じで、冬のなんかこう冬の夜もいいなということでみんな感じてもらえたらいいかなと、良かったかなと思います。まあ、オオカミの遠吠えもちょっとマイクでは拾えないかもしれない。拾えてますね。オオカミも最後残り惜しく泣いております。猿も賑やか、園内放送も入り、ね、園内放送がちょうど長すぎたんじゃないですか今日。そうなんです、すいません、うん、お付き合いいただきましてありがとうございます。あ、うん、まあ、3日間だったんですけども、ずっといろんなインスタライブとかねやって、アーカイブも残ってるので、全部見てもらうとまた旭山の雪明かりずっと一周できたことになると思うので、時間があったら見ていただけたらなというふうに思います。また来年もね、こんな感じじゃなく、もっといろんなことをできるような雪明かりの動物園を迎えたらなと思います。はい、ということで3日間ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい。